スペインのテニスについて説明する。スペインにテニスがもたらされたのは1880年代から1890年代だとされている。1892年にはスペイン最古のテニスクラブであるウェルバローオンテニスクラブリオティントが設立された。スペイン全土を管轄する競技連盟として1909年にスペイン王立テニス連盟が設立された。 スペインでテニスは長らくエリート層のスポーツとみなされており他のラケットスポーツ同様に大衆からの人気を集めるのには時間がかかった。長年にわたって公共のコートが不足していたが民間クラブは高額な料金のために人気がなかった。しかし今日ではスペインは世界有数のテニス大国となっている。特に全仏オープンなど クレイコートの大会で多くの優勝者を輩出している。男子テニスの国別対抗戦であるデビスカップでは2000年2004年2008年2009年2011年の5回、女子テニスの国別対抗戦であるフェドカップでは1991年1993年1994年1995年1998年の5回、優勝している。 スペインのテニス大会では、マドリードオープン、バルセロナオープン、バルセロナオープン、バレンシアオープン、アンダルシアテニスエクスペリエンスなどの大会がツアーに組み込まれている。世界ランキングで最高位10位以内に入った選手。太字は、現役選手。四大大会で準優勝以上の成績を挙げた選手。ありがとうございます。